刑保は、炉の講師、政治家。第十五代君主、観光の次男。姓は姫、意味縄喜び、送り縄とも。炉の実質的実権を握った、三観師のうちの孟孫氏の祖、友中と呼ばれる。炉の第十五代君主、観光の次男として、生を受け、着兄で第十六代君主、将校の重臣となり、他の兄弟の祝賀、 末優と共に代々参観視として、炉の実権を握った。紀元前686年、慶穂は炉軍を率いて、西軍と共に、お包囲したが、が、自分たち炉軍を差し置いて西軍に降伏したことに、激怒し、西軍を攻撃しようとして、兄の将校に止められたり、あるいは、将校夫人の愛嬌と密通するなど、恐れを知らぬ傍若不妊な公子であった。 紀元前662年、当時既得だった将校の後継として、刑法は三弟の祝賀の推挙を受けるが、公私藩を推挙していた四弟の末優に祝賀を自害させられたため、有力な与党を失った刑法は、次期六校候補から脱落してしまう。前662年8月5日に、将校が没死、第17代六校の座に、将校の子である、 孔子藩が即位するが、その直後に慶保は孔子藩を暗殺し、三通相手の愛、今日の妹の宿教の子で孔子藩の異母帝の公私刑を第十八代露行として擁立した。この後、政敵の末勇が陣に亡命したことで、慶保は公私平子と貧乏の最小として、露の最高権力を握ることとなった。しかし、貧乏が政の観光に、 スエユをロに帰国させることを訴え、自らスエユを迎えに行ったことから、ケーは、ビンが、擁立者の自分よりも、スエユを信頼していたことに激怒し、愛、今日の示唆もあって、自らが、ロコになる決意を固め、紀元前660年に、ビンも暗殺してしまう。しかし、ケーは2代続けて、ロコを C 察したことで、ロの大部の支持を失ってしまい、 隣国巨へと亡命する羽目に陥ってしまう。その後、第19代六行となった、孔子猿こと、貴公や、最小となった末優によって、刑法は強制送還させられる。その際刑法は、貴公や末優に対し原刑を嘆願するが、牢混乱に陥れた元凶として却下され、これに絶望した刑法は首を吊って自害した。死後、友を送りなされ、友中と呼ばれる。 慶保の子孫は、参観氏の一つである孟孫氏として、流星を誇った。なお、慶保とは別に、主に亡命した三つ相手の愛嬌は、兄の観光によって、露混乱の責任を取らされて処刑されるが、その遺体は気候によって引き取られ、丁重に葬られたという。ありがとうございます。